はい、どうも柳田です。お疲れ様でございます。今日今、東京マーケット来ておりまして、火曜日ですね。東京マーケットはですね、朝の11時から競りがスタートするんですけれども、現在、お昼の1時40分というふうになっておりまして、まあ僕はですね、基本的に動画を撮影しに来てるということもあって、遅い出勤というふうになっております。はい。今日めっちゃ暑くってすごい天気いいのよ、これやばいっすよ。もう8月もね終わりに差し掛かってるんで、なんか余裕かなと思ってたんだけど、最近のが涼しかったから余裕かなそろそろと思ってたんですが、この競りのある日に限っての猛暑、夏はねこれですね、なんでちょっと気合を入れてですね、服もね T シャツも着替えてこの後ね、一番なんか入っていこうかなとは思ってるんですが、その前に、まあ、涼しい車内の中で、これゆるトークを1本2本撮ろうかなと思って、今やっております。はい。今回のテーマなんですけれども、初心者の方が、古物市場で稼ぐための重要なポイント、これを解説したいと思います。とても簡単な話です。めちゃくちゃ簡単。めちゃくちゃ簡単なんだけど、意外とやってない人が多い。やってない人が多いんだけれども、これをやった方が稼げる。簡単なのに。その上でですね、まあ、僕がこれ YouTube 始めて、いろんな方が古物市場にチャレンジして、仕入れをして、転売して、稼いでると。めっちゃ稼いでる人、いっぱいいます。いるんだけど、特に初心者の方でこれをやってる人ほど早く稼げるようになってるんじゃないかなと思うので、とても重要なので、そしてとても初歩的なことなんですが、重要なのでね、心して聞いておいていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。ではお伝えします。初心者の人が古物市場で稼ぐための、とても重要なポイント、それはですね、相場検索。もうこれにつきます。相場検索。待って。ね。今、これ動画を止めようと思った人。なんか変えようと思った人。ね。待ってください。ここで重要なのは、相場検索は相場検索なんだけれども、それは重要ですよ。背取り転売の基本は相場検索。売れる金額よりも安い金額で買えたら、これはもう利益が確定してるよねという、これが、ですね、基本は。なんだけど、僕が言う相場検索、これのね重要なポイントというのはね、例えば今日古物市場東京マーケットは11時から競りがスタートするわけなんですけれども、11時よりも早めに来てね、10時でも9時でも8時でも7時でも6時でもいいですよ、なるべく早めに来ていろんな商品の相場を事前に検索しとくという、このポイントなんですね。このポイント、この点なんですね。これが結構重要で、早めに来て、ね、いろんな商品の相場を検索しとくんですよ。この努力をね、たくさんできる人ほどいっぱい稼げる。うん、これねめちゃくちゃ重要で、やっぱりあんまりね、これYouTube とかで過去の動画でも言ったことない気がするんですけど、隠してるのかな、言ったことないと思うんだけど、ハルくんいるじゃないですか。ハルくんめちゃめちゃ稼いでるわけですよ。で、僕きっかけで古物市場にチャレンジし始めてね、ここ1、2年ぐらいですよ、始め1年ってことはないか、まあ2年目ぐらいですよね、始めたばっかなんですけど、もうね月100万とか、超えるの当たり前だよねぐらい稼いでるわけですよね。で、表面上見るとさ、あ、なんか才能があったのかなとか、彼は天才だよねとかさ、柳田の知り合いだからなんか美味しい情報があるんですよみたいに思われるかもしれないんですけども、いや実はそうではなくて、見えないところでやってる努力の量が半端ないわけで、一部では結構動画で伝えてる部分もあるんですけど、出品のね、出品の数がめちゃくちゃ多いとかさ、まあ出品の数が多いと売れた後の梱包しなきゃいけない数も多かったりするわけだから、すごい努力してるよねと思われがちじゃないですか。出品めっちゃする、売れた後の梱包めっちゃする、で仕入れもめっちゃする、すごいよね
というね、そこの部分だけに目が行きがちなんですけれども、いやいや、実はそうじゃなくって、その前の段階があるじゃん。やっぱり仕入れをするという段階があるわけなんだけど、彼は相場検索もめちゃくちゃ努力してやってるわけですよ。ね、市場がスタートされる時間よりも事前に早く来て、いろんな商品の検索、いろんな商品に目を通して相場をチェックしてるわけ。ここが重要なんですよ。まずは仕入れが先じゃない。やっぱ売ることよりも梱包よりもさ、まず仕入れありきでね、買えたら利益確定、それを売って梱包して稼ぐという流れなんで、この仕入れの段階で手を抜かないっていうね、これがめっちゃ重要なんですよ。意外とね、みんな分かってるようでやってない、もしくはやってたんだけどやめちゃったみたいな、まあ僕が言うのもあれだけどね、こんな昼過ぎに来て偉そうにお前は何を言ってるんだというふうに思われるかもしれないんですけれども、まあ僕は今そんな積極的に仕入れるつもりがないんで、ご用意していただければなと思うんですが、昔はやってましたよ。昔はやっぱね、月に何回鉱物市場行ってたかな、月にね、7、8回は市場に仕入れに行って、で、仕入れては売って、仕入れては売ってってやってたんで、めっちゃ市場行ってたんですよ。3日に1回ぐらいのペースですよね。で、市場行ってたんだけど、やっぱり早めに行って、で、駐車場もいい場所確保して、で、事前に商品をもう検索できるものはもう検索しまくると。いかに他の参加者を出し抜くかと。あの人を出し抜きたい。あの人はこれ気づいてないだろ、この商品。みたいなのをね、こうちゃんと検索して、一生懸命検索して、で、この商品が出た時にはバッチリ買ってやるぞと。みんなここまで計算が及んでないだろう、利益の。利益計算及んでないだろうって腹の底でこうね、思いながら競りに挑戦してたわけです。悪いことしちゃダメだよ。物を隠すとかさ、物を盗むとか、違う箱に移すとか、そういうのやっちゃダメだけど、そのルール、決められたルールの中で、どう戦うかというのをね、こう、試案しながらやってたわけですよ。だから多分おそらく、はるくんも今それをやってるんだと思うんですよね。もしくは、古物市場を使って、うまく仕入れできて、稼げてる人なんかは、みんなそれをやってたりするわけです。これがね、結構重要で、まあ結構厳しいことを言うようであれば、まあ、まだまだ足りてないんじゃないのと。努力が足りてないんじゃないのと。あなたが知らないところで、まあ稼げてない人だったら、ですよ。これ見てる人がね。あなたが知らないところで、みんな本当はね、すごい努力してるんだよということをね、知ってもらえればな、というふうに思うわけです。で、プラスで言うとすれば、その事前に行って、相場検索するじゃないですか。そうするとね、焦りがないわけよ。なんていうの ?2、3時間前に行ってるから、わ、始まっちゃうみたいな。あともう5分で始まっちゃう、ばあ調べなきゃみたいな、この焦りがない、余裕があるじゃないですか。時間がね、余ってるから1、2時間とかさ。そうすると、何がいいかっていうと、普段取り扱わないような商品の検索もできちゃうってことなんですよ。ここがまた大きい。だから、僕が、いろんな商品、総合リサイクルじゃないけど、もう結構ありとあらゆるものを取り扱うタイプの人間なんですが、これがね、一つのジャンルのものだけに固執しちゃってると、結構ね、難しかったりするんですよ。自分はもう、いつも言うけど、カメラしか扱わないとかさ、例えば、ライターしかそんな人いない？ジッポのライターだけ欲しいとかさ、CD だけしかやらないとかっていうと、機械損失が大きすぎるわけ。市場に一回行って、丸一日行って、何回そこにさ、チャレンジできるかっていう話になってくるじゃないですか。で、僕は、何でも扱うわけ。いろんな商品を取り扱うから、カメラ、まあカメラも最近はあんまやんないけど、まあアパレルもブランドもやるし、CD、DVD もやるし、家具はあんまやんないな。小家電とかさ、扱うし、とりあえず何でもこう、扱うっていうスタイルでいると、いろんなこう、チャレンジできるタイミングが多いんですよね。その競りに参加できるそもそものチャンスが多いわけ。だから、なんていうのかな。普段、もうこれしかやんない。もしくはこれとこれとこれしかやんないっていう人も、早めに市場に行って、相場検索すれば、あれ？もしかしたらこれもね、
いけんじゃないのワンちゃんと。普段買わないけど、型番で検索してみたら、あ、これ、こんぐらいの金額で売れるんだ。3万円で売れるみたいな。だったら、普段買わないけど、まあ負けてもいいから、まあ2万ぐらいいっとくか、みたいな。3万で売れるから2万ぐらいいっとくか、みたいな感じで、パーって買って、ま、ワンチャン買えればさ、そこでも1万円の粗利になるわけじゃないですか。そうやっていくうちに、ね、仕入れて、出品して、梱包して、仕入れて、出品して、梱包して、ね、この、仕入れて売れるっていうのを繰り返していくうちに、今までは扱わなかったこの商品が、自分が取り扱えるカテゴリーとして1個増えるわけですよ、ピコーンって。技が増えるというかさ、呪文が増えるみたいなさ、ゲームで言うとね。だからそうやってちょっとずつこうさ自分の枠をね広げていくっていうことができる。だからこの検索っていうのは、ね、意外と重要なんですよ、うん、でセリーンにもチャレンジする回数が増えるじゃないですか。だから仕入れられるチャンスも増えるし、セリに参加できるチャンスも増えるし、セリに参加できるチャンスが増えるということは、そこで勝ち負けが発生しちゃうけど、負けてもセリに参加したっていう、ね、この経験値が増えるわけだよね、テレテレテッテッテーみたいな、テレテレテッテッテーみたいな感じでレベルが上がる。だから、まあ、何にしても経験が増えるから、それをこうコツ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 積み上げていく作業が重要なんですよというこれですね。はい、今日もですね、東京マーケットめちゃめちゃ混んでまして、駐車場パンパンなわけですけれども、暑いわけなんですけれども、この後僕は頑張って相場検索しないけどごめんね、こんだけ言っといて。僕はやんないんですけども、ほとんどやんないんですけど、参加して頑張っていこうかなと思います。はい、初心者のあなたはね、手を抜いちゃダメですよ。僕はもう、十何年やってきており、そしてもう転売にあんまり興味がなくなってる側の人間なので、はい、だから皆さんは一生懸命努力して頑張りましょう。はい、ということで、甘く見るなよ、甘く見るなよ、小布寿司は。そして、他の参加者の人も、やっぱ稼ぎたいと思って来てるわけだから。ね。そこといかに戦うか。やっぱり準備がね、重要って言うじゃない。何にしても。ね。準備9割みたいなさ、話あるように、事前の下見、事前の相場検索はとても重要ということになっておりますので、頑張りましょう。では、また。じゃあね。バイバイ。行ってきます。Makes me dizzy, and when you're gone, I miss your face.